はいどうも、ノブゾンビでーす。本日も、フォールアウト4 PS4 のモッドを元気に紹介していきたいと思います。では本日紹介するモッドはこちら。はい、こちらのモッドは新しく居住地かな?追加するモッドですね。はい、ではこちら入れてる場所は、新しく居住地だったりロケーションだったりっていうところですね。そういうモッドはだいたい下の方に入れてます。まあ私のね動画を見てくれている方々はね分かりきってるぜみたいな感じだと思うんですけど、まあそういうのは下の方に入れてスクラップモッドの下に入れていただく感じですね。いやー画像を飲み込むのが遅い。まあさすがにね90前後で入れてるんでねもっと入れすぎだっていう話なんですけど、はいこちらですね。読めないな。エマレルドネックレスかな。まあそんな感じですね。で一応こちら説明書きだと新しいロケーションが追加で、スモールストーリーコンテンツ、ちょっとした小話があるのかな小話っていう訳し方間違えてると思うけど、ファンクショニングセレメント、まあ一応説明書きだと居住地としては扱えれるみたいですね。でレジェンダリーの武器があると。でビューティフルプレイス、美しい景観な場所って感じかな。フォーシーズンズモッドはシミラー、これがちょっとよくわかんない。で入植者も呼べるみたいなこと書いてますね。まあとりあえず見に行きたいと思います。で場所がまあサンクチャリー、まあボルト111あって多分ここら辺ですね。ここら辺に追加されてると思います。で結構このボルトの看板の裏に居住地だったりプレイヤーホーム追加するモッドって数種類あると思うんですけど、そういうのって競合し合っちゃうから同時には使えないと思うので、まあご自身の好きなモッドを一つ選んで追加するって感じですかね。お、蚊がいる。蚊が赤い。これで蚊は OK かな。よし、じゃあちょっくら見ますか。こんな感じですね。あ、発見した。地図、あ、出ましたね。こんな感じで、あー中はもうかなり朽ち果ててる。ビールはある。ビールはいいですよね。おー、なんだここ。あー、なんかいろいろ置いてますわ。なんだろう、ここでなんかショーでもするのかな。そのための舞台小屋みたいなステージみたいな感じですかね。うん、ニックがなんか小難しいことを言ってるけど関係ないっすね。あ、ここにジェネレーターがありますね。雪モッドの影響で家の中に雪積もってますけど、あんま気にしないようにしようかな。ちょっちくらい。あー、ここが、あ、ぬかコーラ発見。おお、お風呂もあるよ。水は張ってないか。うんうんうん。ワークショップがある。ワークショップでいじれるかな。あ、いじれる。こんな感じでいじれますね。まあいらない木とかはこれね根こそぎ解体しちゃいましょうね。もうこの蚊もね、蚊も解体していこう。んじゃあ次はこの家かな。この家が一番でかい。うん、金庫がありますね。鍵はかかってない様子。まあ自分でワークショップがあるから自分で自由に作り変えてくださいって感じですね。ああ、銃弾もありますわ、ここに。でこっちはキャップとか銃弾とかまあいろいろ入ってますね。んでここは、あ、ここになんだ、ポイゾンレビー、
これか伝説付きの武器って。あ、武器の説明書かなこれ。ヘロー、アイビーかな。I get the hell out of here to Diamond City。 ミグエルかな、わかんない。まあ読めないからそれは任せましょう。はい、取ったよ。毒ダメージを10与える10ミリピストルって感じですかね。あー、こんな感じです。多分ミニストーリーっていうのが今の手紙で、んでレジェンド武器が今の武器ですね。入植者を呼べるかちょっと試してみますね。とりあえずまずこれを置いて、はい、とりあえずこちら2つ用意したので、一応こっちで入植者がやってくるかと、あとこれっちで人呼んで、供給ラインつなげれるかどうかちょっと見てみたいと思います。まずはここに、あ、ここに配属できますね、この土地に。OK。 これ、あ、これ男か、ロン毛だ。で供給ラインで、サンクチャリヒルズ近いからね。じゃあ供給ラインはつなげれるかな。あ、つながってる、供給ラインつながってますね。んじゃあ今人間が4人になってるな。4人、もしかしてもう1人来たとか。あ、この人か、働いてるわ。ちょっとね、24時間ぐらい寝て様子見てみたいと思います。はい、人数5人に増えましたね。っていうことはちゃんとこちらが機能してるみたいです。まあこちらのもっと完璧な居住地として機能してることが確認できましたね。はい、ということでこちらのもっと、まあ完璧な居住地、新しい居住地が追加されるっていうもっとですね。まあ供給ラインもつなげれるし、人もやってくるということなので、まあ新しく居住地改築したいなっていう人はこちらのモッドを入れて遊んでみてはいかがでしょうか。それでは本日のモッド紹介終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回。